年工事は大型化され、より高くより遠くへの市場要求が強まり、トラッククレーンもより大型化へと進化しています。公道を走るため大きさ重量の制限があり、分解して輸送し現地で組み立てる方式となりました。大型化の反面、工事現場は狭くなる傾向にあり、着脱には省スペース省力化が要求されます。こんな時代に合わせて新しく開発された NK1600V、 そのカウンターウェイトの着脱方法についてご紹介します。なお、このビデオでは操作上の注意など詳細については説明していません。詳しいことは取扱説明書に書いてありますので、よく読んで確認してください。地盤を補強したらアウトリガーを最大張り出しにします。ギアジャッキ、フロントジャッキも伸ばしてください。NK1600V のカウンターウェイトは、着脱時のベースになる7トンウェイトと上、中、下3つの10トンウェイトで構成されています。もちろん取り付けるカウンターウェイトの重量で吊り上げ性能が変わります。作業に合わせてカウンターウェイトの組み合わせを変えることになります。組み合わせとしては7トン、17トン、27トン、37トンです。いずれも自分で釣ってキャリアの上に乗せ組み立てます。旋回して後ろに取り付けるという方式です。 NK1600V にはカウンターウェイトなしで自分のウェイトを釣れる性能があります。それでは実際に取り付けてみましょう。上部旋回体後端のウェイト取り付け用リンクが完全に格納されていることを確認します。7トンの場合は7トンウェイトをキャリアの上に吊り込んでおきます。17トンの場合はまず下の10トンウェイトを吊り、キャリアの上に乗せます。この時フックはウェイトの後ろに近い方にかけます。次に7トンウェイトを吊り、溝をキャリア上の10トンウェイトと合わせ下ろします。7トンウェイト側に各ピンがありますのでロックしてください。27トンの場合はまず下の10トンウェイトの上に中段のウェイトを重ね、次に7トンウェイトを吊り上げ溝を合わせて下ろします。7トンウェイト側に各ピンがありますのでロックしてください。27トンウェイトとして一体で釣るときはガタ止めとしてボルトで締め付けておきます。この場合フックは7トンウェイトに近い方にかけます。37トンの場合はさらに上の10トンウェイトを釣り込み、中段ウェイトの上に乗せます。中段ウェイトとリンクにて固定します。上部旋回体を後方に向け旋回ロックをかけます。ウインチカバーの上のスイッチボックスを開け、パイロットランプが点灯していることを確認します。スイッチを上に操作するとリンクがウェイトに噛み込み、続けるとウェイトが上がります。ロックピンでリンクを固定します。スイッチボックスに接続してある配線をカウンターウェイトにつなぎ替えます。27トンまでの場合は7トンウェイトにつなぎます。37トンの場合は上の10トンウェイトにつなぎます。 ACS パネルのカウンターウェイト部の表示は合っていますね。これで完了です。カウンターウェイトの取り外しは取り付けの逆操作逆手順で行ってください。